皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感はですね、何のためのワークか、そんな話をするんですけど、コミュニティの中でワークを主催することもあるんですけども、あとはね、社内の教育なんかの時に、やっぱワークをやってもらうみたいな、そういうこともあるんですけども、このワークがね、何のためのワークかっていうのをね、ちょっとなんか知っていた方がいいっていうか、まあ理解した方がいいというか、まあ、ワークをやるっていうふうになった時に、果たしてこいつの目的は何なのかみたいな、そういうことをしっかりこう把握すべきというか、まあ少なくともわからないまでも、ここは探るべきかなというふうに思うわけなんです。なんかこう、ワークをして、で、それが何につながるのか、質問が来たとすると、いや、それはあなたが考えることですよ、みたいな。そんな風に思わなくないし。で、ワークを、例えば3周しました、みたいな、そういう言葉を聞いちゃうこともあるんですけど、ただ、ワークをするのが早くなったみたいな、なんかそういうニュアンスのような言葉のような気がしているので、その1回目やって2回目やったら、3回目とかってなった時に、果たしてね、このワークって何だろうっていうのをちょっと考えた方がいいとか。で、まあ、これってテストみたいなものと近しいものがあって、出題者が何を考えているのかとか、どういうことを望んでいるのかっていうこと。なんか読み解く力みたいなものが必要なような気がするんです。だから、憧れの人っていうふうに、例えばこうワークがあった、まあ、書き出しましょうみたいな話になったとしたら、じゃあ、果たしてそれって、その書き出した人になるために何をしなきゃいけないのかっていうところに気づいてるかどうかとか、もしくは憧れの人だから、それが、例えばその子供とか部下に、自分がその憧れる人っていうふうになれるかどうかっていうふうに考えたことがあるのかっていうところ、まあね、ちょっとその、表と裏みたいな感じで、そういう、こう、次のことみたいなことを考えるべきじゃないかと思われるんですよ。だから、それがこう、うまくなっていくると、こう、ね、例えば資格試験をするにしても、相手が、要は出題者が何を考えてるのかなとか、こういうところで引っ掛けようとしてるんじゃないかとかっていうのが、読み取れるようになるというか、少なくともその、読み取ろうとする、力が発生するというか、そういう、こう、ところで、なんか、ある程度、当てずっぽうじゃなくて、なんか、こことここで引っ掛けようとしてるとかっていうのが分かってくるんじゃないかなというふうに思われるので、なんかね、そういう、こう、次のこととか、目的みたいなものを、探ってみるという、そういう感覚が必要なんじゃないかなというふうに、ちょっと思いましたというところで、今日の動画を作りました。まあ、なんかの参考になればいいかなというふうに。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。